太陽光発電に挑戦、緑園 DXGAC5000W が来た。こんにちは、ウッディベルです。前回に引き続き、緑園の DXGAC5000W が届いたので、早速開封してみました。その前に、中国で購入した製品のスペックです。ブランドニューインバーター DC2AC。アウトプットウェーブフォルム、ブランドニューピュアサインウェーブ。レードパワーは 5000W。コンティニューアウトプットパワーは 2500W。フリークエンシー、AC220V50Hz プラスマイナス 2Hz。AC110V60Hz プラスマイナス 2Hz。ノーロードカレントドロ。バージョンエフィシャンシー 90%。インピュート DC ボルテージ 12V24V。DC ボルテージレンジ 9V15.5V。アウトプット AC ボルテージ 220V。AC ボルテージレンジユニバーサルプラグ210V240V。US プラグ 100V130V。ローボルテージアラーム10VDC プラスマイナス 0.5V。 ローボルテージシャットダウン 9VDC プラスマイナス 0.5V。 オーバーロードシャットオフアウトプット、オーバーボルテージシャットダウン 15.5V。 オーバーサーマルシャットオフアウトプットアウトマティケー、フュージズショートサーキット、スタートソフトスタート、プロテクションオーバーロードショートサーキットオーバーテンプリバースポラリティアンダーオーバーとのことで、入力電圧 DC10V から 15.5V、 出力電圧 AC100V から 130V、 制限並み変換効率 90% みたいです。能力は 2500W で瞬間 5000W みたいです。 AC 出力コンセントの形状は US プラグ2本のコンセント形状なので、前回みたいに AC230V 出てるみたいなことはないと思ってます。サイズも DXGAC3000W より小さく、背面のファンは1つしかありません。添付書類は英文説明書と日本語説明下でした。内容を確認すると、永久保証、電圧の調整方法などが書かれていた。さらにサポート窓口は Amazon の商品ページに掲載のメールアドレスで対応可能と記述されている。2020年5月現在、Amazon でこの商品は販売していませんが、すごいサービスですね。南華緑園の PR みたいになってしまい恐縮です。よろしければチャンネル登録をお願いします。